こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご遠慮いただいた方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、白金伊勢で有名な白金です。聞こえは、いいですが、今回の場所は、白金5丁目なので、利用できる駅は、たくさんありますが、逆に言うと、どこからも遠いという場所です。利用できる駅は、広尾、恵比寿、白金高輪、白金台、です。そんなことを言っていたら、もう物件に到着しました。デザイナーズの物件で、倉庫数十個の小さいマンションになります。外観は、グレーを基調とした、シンプルなデザインです。個数少ないので、建物は大きくなく、可愛い印象です。今日は、全部で3部屋ルームツアーいたします。9.76 平米の狭小ワンルームと、18.54 平米の通常の広さに近いワンルーム、その18.54 平米のワンルームに、家具を入れた場合のモデルルームタイプの3部屋を見ていただきます。ワクワクしますね。まず1部屋目は、9.76 平米のお部屋です。1階のお部屋で、ここです。おお、いきなり通りに面したお部屋、ガラスの引き戸で、店舗の入り口のようです。玄関。狭い、一応ここに靴を置けということでしょうか。それにしても大した数は、置けません。もちろん下足入れもありません。そして狭い上に部屋の形が悪いです。日当たりは、めちゃくちゃいいですが、なんか玄関外に、靴を置きたくなる作りです。そして天井も少し低い気がします。でも最初から照明があるのは、いいですね。入って一番奥にキッチンがあります。動線上ではなく、奥になるので、位置は、いいと思います。シンクは、コンパクトで少し浅いかもしれません。洗い物で水が跳ねそうです。キッチン壁には、鏡があるので、ここは、洗面と兼用ということでしょうね。このコンパクトキッチンには、珍しくしっかりとした換気扇がついています。そして洗濯乾燥機付き、もう狭小物件では、当たり前の設備のようです。奥から撮影するとこんな感じです。狭い上に、コーナーが三角になっていて、スペースが有効利用できずにもったいないです。こちらは、シャワーとトイレスペースです。安定の透明のスケスケ仕様です。贅沢仕様なのか、スペース確保のためなのか、わかりませんが、タンクレストイレになります。上には、棚が設置されていて、予備のトイレットペーパーが置けます。シャワースペースも狭いですが、全体の面積が小さいので仕方ないところです。ここの壁は、タイル張りですが、目地が細かく、掃除が大変そうです。狭いのであっという間に内見終了です。それでは、次の部屋に行きます。次の部屋は、一旦外に出て、オートロックの中に入ります。一応、宅配ボックスがあります。3個しかないけど。結構急な階段、もちろんエレベーターは、ないので今日も大腿四頭筋が鍛えられます。4階なのでまあまあきついです。では、入ってみましょう。お、今度の部屋は、玄関がちゃんとあります。おお、広い。この部屋は、占有面積 18.54 平米の 1K タイプです。1階同様、日当たりは、素晴らしいです。窓も多く、開放的な感じがします。めちゃくちゃよく見えてしまいます。これでは、最初にダメな部屋を見せて、その後にいい部屋を見せると、余計によく見えてしまう。
古典的な不動産屋のテクニックのようです。ここにクローゼットがあります。中板は、可動式で高さが変えられ、下には、カゴがあり、出し入れしやすそうです。上は、ハンガーパイプと、その上は、また収納になっていて、効率的に収納できます。窓からの眺めは、特に何が見えるとかは、ありませんが、悪くないです。次は、水回りです。トイレ、洗面、洗濯機置き場と奥に浴室です。上に大きめの棚があります。いろいろ置けそうです。洗面台は、奥行きをいっぱいに使って、それなりの大きさがあります。鏡裏も収納になっていて、棚もあるので、いろいろ置けます。浴室は、広くないですが、この面積で独立した浴室は、貴重です。湯船に浸かれるのは、メリットとして大きいです。次は、キッチンです。なんと L 字型で、カウンター部分が結構大きいです。カウンタートップが黒、壁は、黒白タイル、換気扇も黒と、統一感があります。ここに食器類をかけれそうなのは、便利です。調理スペースも十分あるので、料理がやる気になります。二口コンロなので、これもプラスポイントです。キッチン下もスペースがあるので、有効に使えそうです。イメージ写真が飾ってあります。次の部屋行きます。次は、4階のお部屋とタイプは、同じです。そのモデルルームタイプです。ベッドと小さいテーブルが置いてあります。家具が置いてあると、わかりやすいですね。4階では、このクローゼットは、玄関を背中に置いてましたが、ここに配置した方が、効率的には、使えそうです。水回りは、全く一緒ですね。なのでさらっと見ます。キッチンも先ほどと同じ L 字型です。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、
家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、クセ強度、を発表します。今回の、クセ強度、は、2、です。今回の物件、効率的な作りで、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。